今日は第10回ハワイサロンにお入りいただきありがとうございます。こちらのハワイサロンでは現地サポートメンバーも交えて約45分間留学のプロによるハワイの情報を皆様にお届けしています。ここでしか聞き現地写真情報のほか、ハワイでの滞在を充実させるアクティビティなど、ガイドブックには載っていないハワイの魅力や楽しみ方を共有したり、留学や旅の仲間と交流の場として月に1回お届けしています。 YouTube でご視聴の皆様、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。今回ハワイ最新ニュースに加え、留学情報ではプロが伝授するハワイ不動産情報、留学ライフではハワイの語学学校元オーナーが教えるバイリンガル留学の極意、特別コンテンツでは村井さんと行くウキウキリキホノルルコトリップなど内容盛りだくさんのコンテンツでお届けします。30分程度の第1部のハワイ情報の後、現地メンバーも交えてハワイ何でも Q&A タイムと裏事情も語れる座談会を15分ほど設けることになりましたので、この機会をぜひご活用ください。すごくコアな情報が出ることもあるので、メモのご用意をお勧めします。個別に質問やコメントがある場合は Zoom のチャットの方に入れておいていただければ、後ほど可能な限り取り上げたいと思っています。第1部は皆様マイクのミュートをお願いします。また第1部ご出演の皆様には第2部で質問も可能ですので、どんどんしていただけたらと思います。皆さんおはようございます。村井です。今回はですね、なんか10年か20年ぶりに自転車に乗ってしまいましたんで、そういった、久しぶりの経験をさせていただいて、皆様とハワイをね、シェアできたらなと思いますので、どうぞ本日もよろしくお願いいたします。はい、村井さんよろしくお願いします。はい、まずはいつもの通りハワイの最新状況をご案内します。はい、先月25日、バイデン大統領は全ての18歳以上の外国人渡航者に新型コロナウイルスワクチン接種証明の提示を義務付けると発表しました。この大統領令により、2021年11月8日から米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除く全ての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に新型コロナワクチン接種証明を提出することを義務化しています。8歳未満の子どもはワクチン接種が免除されますが、2歳から17歳の子どもは渡航前に陰性証明の取得が必要です。この規定の人道的な例外措置は、医学的にワクチンの接種が不可能な方、緊急の渡航者で適時にワクチン接種を受けることができない人など、極めて限定的な場合にのみ承認されます。この大統領令を受けて、ハワイ州では国際線直行便に直行便でハワイに到着する外国籍渡航者は次の2つの手続きが必要となっています。1つ目、海外渡航のためのワクチン接種証明書の提示、2つ目、ハワイへのフライトの出発3日以内に事前検査を受診し医療機関から発行された陰性証明書の提示。はい、ワクチン接種についての規定は2回接種が必要なファイザー、アストラゼネカ、モデルナなどの2回目投与から14日後、1回接種で完了のジョンソン&ジョンソンの1回目投与から14日後、2種類をミックスして接種した場合は17日間隔以上の2回目投与から14日後となっています。今後ハワイに行かれる方は渡航前の手続きに注意してください。